今日はですね、中国のアリエクスプレスから取り寄せた、本格的な大人のおもちゃ、14分の1油圧式の、ホイールローダーショベルですね。これをご紹介したいと思います。このモデルなんですけども、すべて中国からの取り寄せになります。国内で扱っているお店もなくはないんですけども、アフターもありません。で、まあ、これはね、ちょっと特殊なラジコになりますので、それと輸入品という性格上、まあ、致し方ないのかなと思いますけども、価格も10万円ちょっとかな、国内で買うと高くなります。まあ、これは今回日本初輸入、おそらくこの日本で1台しかない、ホイール式のショベルになりますね。で、価格の方なんですけども、関税、輸入関税ですか、含めてジャスト60万ぐらいかなっていうところです。かなっていうのは、こういったね、バケットを何を選択するかによって価格が変わってきます。で、何がすごいかって言いますと、まあ、私はこれ最初にこれ興味持ったのが、同じ YouTube サイトで8万円の、なんだっけな、ショベル、バックフォーっていうんですけども、8万のショベルカーっていうタイトルの、動画を見つけまして、で興味持っていろいろ調べていくと、その8万円つもかなりリアルなんですけども、結局のところは、まあ、プラスチックであったりとか、まあ、構成部品ですね、プラスチックであったり、動作は全て電動モーターによるものなんですけども、こちらはほぼほぼ、まあまあ、ステンレスであったり、まあ、アルミも使ってますけども、オール金属で、なんつったって重量がですね、このモデルで21キロで、他にダンプや、ブルドーザーといろいろありますけども、一番重いので30キロほどありますね。ですから動き含めて結構リアルに遊べると思います。そして最大の特徴がラジコンでありながら、本物実機と同様に油圧システムを採用しているっていうところにあります。で、機種によってその油圧チャンネル、まあ、油圧いくつ動作させるかっていうのも結構いろいろ種類があるんですけども、これは油圧チャンネル 8系統は、まあ、アーム類ですね、含めこういったバケットとかアウトリガーの動作が油圧で行えるっていうことですね。まあ、実機は全て油圧なんですけども、まあ、模型ですので、まあ、残念なことにこの本体の回転であったり本体の前行進などは電動モーターを使用して動いております。で、あともう一つ言うならば、この無線機がですね、全てのチャンネルを、まあ、油圧動作させるために比例チャンネルが使えないというか足りない、まあ、チープな無線機なので、まあ、できればですね、ヨーロッパあたりで広く使われてる、なんていうメーカーでしたかね、ちょっとド忘れしましたけども、こういレバー式のですね、スティックというより、まあ、レバー式で比例動作するのも12チャンネルぐらいついてる本格的なプロポがありますので、そういったものを使いますとかなり同時操作含めいろいろなアームの動きがよりリアルに操作した分だけの速度量で動くというような、アクションが楽しめるってことになります。ただですね、お高いんですね、40万ほどします。輸入、まあ、国内でなかなかそういったプロポは売ってないんですけども、まあ、輸入関税含めるともうちょっと高いのかな。で、もともとこういったモデルっていうのはヨーロッパで結構普及してまして、まあ、動画サイトでも多く見受けることはあるんですけども、でドイツ製でですね、かなりリアルな、本格的なモデルがあります。ただね、こちらはね、非常に高くてこの中国製のほぼ倍の、120万150万するんですね。ただ見た目はすごくリアルで、動きなんかも結構リアルですね。で、壊れ方もですね、磁気と同じようなこれ油圧システムの部分が壊れ
ったりするんですけども、遊んでると硫黄なんかも当然上がってくるんですけども、同一性とかになりますとラジコンでありながらオイルクーラーがついてたりとかですね、結構作り込みが非常にリアルよくできてるんですね。ただ残念なことに軽いんですね。重さがまあ13キロ15キロぐらいなので、実際ショベルとかでこう掘ってますと、まあ、ブルーとか他 の, マシンもそうなんですけど、やっぱり重たいってことは絶対的条件って言いますか、重いからこそリアルなアクションを楽しめるっていうところもありまして、その点この中国製は結構優れてるな。でもうこのモデルもですね、まあ、中国のアリエクスプレスのセラーの AT モデルさんから購入してるんですけども、まあ何代目になるのかな、結構この作り込みとかですね、いろんな部分において、あとバケットの種類もそうなんですけども、だいぶこうヨーロッパ製に近づいてきたな、ドイツ製に近づいてきたなっていう感がきますね。特にこのモデルになりましてからは本当にもう別売で購入したバッテリーを印刷するだけですぐフルアクションを楽しめる、何もこう手を加えることなく遊べたっていう感じですね。で細部見てもですね、まあそれなりの経験を生かしてきたのかなっていうところが見受けられます。以前はですね、結構購入して箱出ししてもですね、全く動かないとかですね、あと特にこういったマシンにありがちな油圧系のトラブル、特に油圧油の漏れとかですね、そういったのが結構ありまして、まあまあラジコンを結構精通とまでいかなくても、まあラジコンに詳しい、そしてあとは機械的なことが自分で理解できて、いろいろ組んだりばらしたりできる人でないと、国内では何せショップおよびサポートができるショップはありませんので、まあ、販売もしてませんけども、購入はできても後々もしくは最初から苦労するケースってあるのかなっていうふうに思います。でこのモデルは、まあ、サウンドシステムも入ってますね。例えばこれエンジン音、スタート音ですね、こういう形で、まあ、ちょっと音量は低いような感じはしますけどね。あとホーンとか、あとこのモデルからですね、ちょっとこれ画面上見にくいんですけれども、このデジタルメーターはこれまでなかったんですけども、ポンプの油圧ポンプの圧力を示しています。これポンプも油圧モーター回しますと多分数字が変わったかと思うんですね。これ非常にありがたくて、これを無視して、例えば穴掘ります、穴掘って過剰な負荷をかけて、それでもずっとスティック、こうアームを動作させますと、なんていうんですかね、圧力オーバーっていうんでしょうか、油温が上がることが原因なのかな、こういったホースがですね、途中から本当これ結構硬いんですけども裂けちゃって、そこからまあ動作油が漏れたりとか、中の油圧ブロックを結構精密にできてるんですけども、中にはちょっと作り込みが弱くてそこからオイルが漏れちゃったりとかっていうのは結構あるんですね。あとは中にまあ今のカメラ位置から見えないと思うんですけども、この中にですね、ディスプレイに油温とこれを駆動させているバッテリーの電圧を見ることができます。ですから遊んでる途中でいちいちねチェックしたりしなくてもいいので、まあまあ結構そこら辺は便利かなっていうところですね。この回転はね基本モーターなんですけども、アーム類におきましては全てが、まあ、これ油圧で動いてますね。ちょっと今ねキャタピラと違ってこれ当然なんて言いますかねタイヤなんでアーム伸ばして重心あれする変わると結構不安定になりますので、後ろのバケットと前方のアウトリガーを動作させることができます。これも油圧で動きます。
里枝が21キロが完全に持ち上がりますね。こういう形で、まあ、そして里枝も持ち上げていただければ、まあ、実機と同じですよね。こうやってアームを伸ばしていただいても、まあ、安定して遊べるかな。まあ、70センチぐらいまではね、あの掘り進めていただくこともできるのかなっていう。まあ、あの別に意味もなく、ただ掘ってるだけでも結構癒されたりします。で、この、バケットのアクションもですね、ここで開いたり、アルミ缶程度なら簡単に潰せます。まあ、ここら辺がね、あの油圧動作なんですけども、あのチャンネルが足らないんで比例動作できなくて、チャンネルのオンオフだけになるんですね。スイッチのオンオフだけになるので、速度調整ができないというのはちょっと、まあ、これの中国製の残念なところではあります。で、まあ、まだまだこれ、日本ではね、そんなにも持ってる方いらっしゃらないんですけども、ゼロではないですね。中国のセラーの方に聞いてもですね、今年は何台か、ショベルとかね、輸出してるみたいですし、で、これはね、日本初登場。今までの中でやっぱり油圧動作が8チャンネルある分だけね、非常にこうギミック好きにはこうたまらないって言いますかね、この油圧ラインとかね、非常にちょっと燃えますよね。まあ、ぜひね、こういうただ穴掘るだけの仲間を増えたらいいなと。で、またね、こんなねバケットコマあるんで、家庭菜園のこう奥さんのお手伝い、球根のねこう植える穴を掘ってあげるとか、家庭円満にもいいかと思うんですよね。まあ、こんなバケットもあったりします。まあ楽しいです。で、アリエクスプレスというね、まあ言ったら通販サイトですよね。日本でいうアマゾンみたいな、中国サイトなんですけども、非常にね、種類豊富ですよね今。で、対応がねもう素晴らしい。中国だからとか輸入だからとかっていう、特にね輸入品で高額なものを買うって結構ドキドキ心配しますけども、全くその必要ないですね。確かにこれまで商品が来なかったっていうことはあるんですけども、ただ当然返品システムはありますし、で彼らはね非常に評価システムを重要視してます。ですからね、ものすごい丁寧です。こっちから喧嘩売ってもね全く持ってきません。で、まあ、それでもね、いろいろちょっと物流システムが納得いかないことがあって、一度どうしてもお互いのやり取りがサイトの中のメッセで、お互い母国語じゃない英語でやり取りなんですね。ですからニュアンスが伝わらなかったりとかっていうことあるんですが、まあ、彼ら中国なんで WeChat がほぼほぼ皆さんアカウント持ってるので、で一回こちらで WeChat の無料通話で、中国語、まあ、通訳の方返しまして、いろいろお話しさせていただくことあるんですけども、やはりね日本の物流に慣れてる方って、その輸入に関するこう到着するまでの期間がすごい長いんで、なんで大丈夫と思うんですけども、そこら辺聞くとですね、トラッキングナンバー出てからがまた反映するまで時間かかったりとか、また物が出てるはずなのに到着まで時間かかるっていうのは、これはねもうね、やっぱり向こうとの日本との物流の違いなので、そこだけは仕方ない。だ中にはここなんかはね送料無料で UPS で向こう出てから1週間以内に着きましたね。多分飛行機便だとは思うんですけども、ものすごくこのセラーは信頼性のおけるセラーさんで、同じ UPS と歌いながらすごい時間かかるセラーさんもいますね。あとは後から追加送料を言ってくるセラーもいます。当然途中でそれが気にならなければキャンセルもできます。まあそのやり取りがねちょっとストレスだったりはするんですけども、けど基本安心して
購入できますね。あとは、まあ、あのここだけの話といいますか、あのここら辺の金額になると非常に高額なので、あの直接買うこともできますね。それセラさんと交渉で、あの、まあ、セラさんの口座に直接振り込むことによって、大体あのサイトの手数料おそらくセラさん 7% から 8% 取ってるんですけども、このぐらいの商品でいくと約10万円ぐらい安く買えます。で、あのただあの海外送金するには、普通に銀行行ったりとかすると、あのとんでもない手数料と、とんでくそめんどくさい手続きがありますので、今あのウェブ上からあの送金もできますので、それであのやりますと、例えばこの60万に関しま、60万振り込もうとすると、大体あの5000円くらいの手数料であの送金できることが、することができますね。ですから、あのこのセラーさん、信頼関係のできたセラーさんとであれば、まあそういうやり方もありなのかなっていうふうに思います。おそらく国内であのご商売されている方は、あの皆さんそういう取引で、まあビジネスでやられて、まあ載せて国内で販売しているのかなっていうところですね。ということで、あの今日はこの、まあちょっとお高いですけど、男の大人のおもちゃということで、ザ・油圧、ぜひ皆さん一家に一台いかがでしょうか。